皆さんこんにちは、元気でいらっしゃいますか。モガチャンネルですね、今日も皆さんにメッセージを伝えたいと思います。今日は何のことをやってってですね、皆さんにですね、私も毎週ですね、いろんなところでですね、全国 旅してますね。もう東京行ったり、茨城行ったり、千葉行ったり、もう埼玉行ったり、もう鹿児島行ったり、もう九州もあったり、山口行ったり、一体何屋さんなのかって皆さん聞きたいんですね。まあ、実は私の仕事としてですね、皆さんに一つ言いたいのはですね、私本業はですね、ペルシャ絨毯、裏にあるの、僕ペルシャ絨毯の販売してます。でペルシャ絨毯は全国で展示会してます。で各デパートか家具屋で展示会するときに現地のレポートもしてますね。そこのグルメとか楽しいことも、そして何か出来事があったらそれも皆さんに報告する。もう一つ私の仕事はですね、通訳人、法廷通訳人とか、いろんな事件があったら、外国人の事件があったら法廷通訳人して、これもどこから呼ばれて もうどこでも飛んでいきます。でもう一つですね、私講演会、私も35年間ですね、日本でも長い間ですね、いろんな講演してきてます。いろんなテーマでテレビ出たり講演したり、でファンの方たくさんいます。みんなそれセミナーに呼んだり、まあ、講演に呼んだり来ると全国回ってますね。でそこで何かできることがあったらぜひ皆さんにレポートしてるんですね。ちょっと先週のことですね、皆さんに2月5日のことですね、私動画アップしたんですけど、皆さんがですね、これ日本語わからないから全部パキスタン語で、これパキスタンには何の騒ぎやってるねって言ってですね、聞かれたんですね。実は2月5日にですね、これはパキスタンのですね、方々がコミュニティがあるんですね。まあ、東京で約1万人ぐらいがいますけど、まあ、何人かがですね、そのインド大使館の前に行ってそこデモをやったんですね。何のデモかってですね、実は皆さん、2月5日はカシミールデーですね。まあ、カシミール、インドパキスタンの国境のあるところ、国のですね、独立を願っている人たちがずっとこれは独立運動をやってます。でそれで結果何の運動かってですね、この皆さんに理解するために、世界でですね、やっぱり3つの国がですね、宗教思想によってできたんですね。一つはですね、これはパキスタンですね。これはどういうことかって、イスラム共和国パキスタン、まあ、イスラム教の多いところをパキスタンにしなさいって言ったら、まあ、インドがね、もう分立したって言ったら、もう東パキスタンともう西パキスタンになっちゃったんですね。まあ、今はね、西しかないんですけど、もう一つですね、問題は何か、このカシミールというですね、カシミールもイスラム教が多かったんですね。ただ残念ながらインドはそれを半分を支配してもう渡さなかったんですね。でそれでパキスタン側としても、ぜひこれカシミールをもう自由にしてくださいって言って、イスラム教の国になってほしいって、別にカシミール国家を作ってもいいぐらいでですね、それをパキスタンが応援してるんですね。ただインドは絶対もうそれは許さないってですね、そしてずっと弾圧して、たくさんのムスリムたちが犠牲になってもう殺されてる。その人たちの親戚がパキスタンに住んでるんですね。でその人たちがこうやってやっぱ心痛めてるから、それはインド大使館の前とか、まあ、世界中どこでもですね、この2月5日ですね、まあ、カシミールデーとして、ブラックデーとしてですね、皆さんがこのもう本当に悲しいことでありますから、国連の本部の前で行ってデモやったり、インド大使館の前でデモやるんですね。まあ、その騒ぎでやったんですね。で皆さんに理解するのはですね、世界平和の問題を解決するためには3つ分からないといけないですね。一つなぜかというと、宗教的にできた国がイスラム共和国パキスタン、なぜかというと核を持ってるんですね。小さい国だから核を持っちゃった、やっぱパワーを持ちたい、インドを持ってるやったら俺たちを持ってる。もう一つですね、この宗教でできた国はですね、イスラエルです。ユダヤ民族、ユダヤ宗教中心としたちっちゃな国だけど、彼らもパワーを持っちゃった、何が経済力と核を持ったんですね。でもう一つの国があるんですね。これも宗教思想というかですね、まあ、政治思想でですね、知性思想ってですね、ほら、朝鮮連人民共和国、まあ、今北朝鮮と言われている国がですね、そこは小さな民族だけど、やっぱりね、核を持っちゃったんですね。で、この3つの国々が世界中にね、もう戦争するよって言って、核をしろよって言って、脅かしてるわけですね。で、早くですね、これはもう核問題は、やっぱり政治思想、宗教思想を理解しないと、本当はこれ国連の仕事であるから、国連が中心に世界中の人たちのこの思想問題、宗教問題を議論しなければいけない。残念ながら今国連はそういう問題にももう弱ってるし、何もないから、もうアメリカの言いなりにですね、もう全部それに従って、もうコントロールされてますね。だから本当に私は国連の自由が欲しいんですね。国連も自由に発言して決断できるようになれば、カシミール問題いつか解決すると思います。これ残念ながらですね、カシミール問題70年間もですね、ずっと続けてますから、なかなか未だにもう解決してないんですね。だからその騒ぎはですね、この映像を見ながら皆さんにですね、ぜひ理解してほしいと思いますね。毎年ですね、2月5日はカシミールデーです。これは世界中どこでもですね、パキスタン人たち、まあ、主にカシミール人たちですね、パキスタン側に移民として入ってきた人たち、半分親戚がもう分断されてるんですね。韓国では南北統一と同じように、南北は統一できると同じように、カシミールの統一も一番世界平和のつながる一番キーポイントじゃないかと思います。それを解決すれば、まだイスラエルとパレスチナのガザの問題、
それも国境も分立されています。だからみんなですね、民族の問題、宗教の問題、これ政治思想の問題、なかなかこれ世界中は理解できないから、できるだけ無我論でですね、私は持論公論でこの無我チャンネルで皆さんに映像を見せながらいろいろですね説明したいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。持論公論無我論です。